隣に女がいる。誰もいないはずなのにそんなことを言われてしまったらあなたはどうするだろうか。今回はそんなことを言われてしまった一致のお話である。なおこの一致、除霊する力はないが、霊がいることに気づける程度の霊感はある。そしてこういった中途半端な霊能力者は悪霊から見た場合、いたぶるための格好のカモである。果たして一致にはどんな災いが降りかかったのだろうか。この話は終始不明な点もあり、綺麗な完結をしたわけではないのですが、付き合ってくれたら嬉しいです。また初めて投稿するので、ぶしつけな発言等ありましたらご指導お願いします。スペック。私。25歳、公務員、独身一人暮らし。私には霊感があります。霊感といっても、なんとなくそこに霊がいることがわかり、たまに姿が見える程度の中途半端なものです。霊感は幼少期からあり、何か見るたびに母親や親戚に話していました。また私自身は覚えていないのですが、私の周りで不可解な出来事もあったと聞いたことがあります。名作の予感。非常に丁寧な文章である。霊感だけでなく、こんなところも悪霊に目をつけられてしまった理由なのかもしれない。そんなことに思いを馳せる中、一致は長年にわたり続くという怪異の体験を書き始めた。私は、小2の時に一戸建てに引っ越しをしました。近所付き合いが不安でしたが、年齢の近い子と仲良く過ごすことができていました。そんな中、家の斜め前に変わった住人 B 家が住んでいました。B 家は、夫婦と高校から大学生くらいの兄妹の4人暮らしということ以外に知りません。姿もほとんど見たことがありません。周囲の大人たちが B 家を話題にしたがらないことと、話題になってしまった時のあの家に関わらない方がいいという時の表情を見て、当時子供だった私も触れてはいけないんだなと察していました。B 家とは関わりのないまま月日は流れ、私が中2の頃のある日、珍しく部活が休みで部屋でのんびりしていました。なんとなく窓をふと見てみると、B 家の前に人が集まっています。みんな黒スーツに黒ネクタイ、さらに寝台車も止まっていてどんよりとした空気が感じられます。それをリビングにいた母親に言いに行くと、B 家の娘さんが亡くなったことと詳しい話を教えてくれました。B 家の娘さんは彼氏が運転するバイクでデート中、臨死とつながる国道のガードレールに猛スピードで激突。彼氏は即、だったが、B 家の娘さんは即、できず病院に搬送されるまで、もがき苦しみながら亡くなったそうです。当時の私は来年受験生だということで勉強で頭がいっぱいなことと、会話もしたことがなければ姿もあやふやな他人に感情移入ができずふーんと生返事をして自室に戻りました。受験勉強は大変でしたが、なんとか臨死の県立高校に合格し、勉強に部活と平凡な高校生活を過ごしていました。私は登下校するのに普段は信号が少なくショートカットができる下道を使っていたのですが、ある日工事で3週間使えなくなってしまいした。自転車漕ぐ時間伸びるなと思いましたが仕方ないので工事が終わるまでの間は、国道を通学路にすることにしました。私が高2の時、一番憂鬱な時期でした。私は小学生の頃からなりたい職業があり大学に行く必要がありました。なので家でも休み時間でも勉強三昧。部活でもみんなの推薦で部長に選ばれたので、仲間の期待に応えたくて奮闘していました。勉強と部活で感じたストレスもプレッシャーも友達や両親に相談できず、毎日心がモヤモヤしていました。そしてある日の下校中に長い国道を通りながら、私は今でも後悔している言葉をつぶやいてしまいます。似たいな。そうつぶやいた瞬間、息ができなくなりました。呼吸の仕方を忘れたかのように息ができず、心臓もまるで誰かに握られたように違和感があります。私は自転車から転げ落ち、地面で苦しんでいると、私の視界にあるものが映りました。それはガードレールの隅に置かれた花束でした。その花を見て、今まで忘れていたことを思い出しました。この場所は、B 家の娘が事故、した位置だったのです。続きです。あまりの苦しさに、自分はこのまま、死んでしまうのではないかと思うほどでした。こんなところで、似たくない。似たくない。似たくない。そう考えていると、不思議と呼吸ができるようになり、心臓に感じた違和感も消えていきました。しかし安堵よりも備え物の花束が、私にとって不気味で仕方なく、息が整っていなかったのですが自転車にまたがり、すぐにその場から逃げることにしました。この時は混乱していて何が起こっているのか理解できませんでしたが取り返しのつかないことをしたと直感的に思いました。聞いた話だが、幽霊の力は生きている人間の生命力より弱く、取り付いて、したりなど、普通はできないそうだ。なので、人間の心が弱っているところを巧みについて怨念を当てるという、
つまり一致は悪霊に弱っていることを伝えてしまったのだ。さらに冒頭で伝えたように抵抗力を持たない中途半端な霊感持ちである。悪霊はきっと舌なめずりをしたことだろう。その日から奇妙な夢を見るようになりました。私の部屋の隣には妹の部屋があります。そこになぜか私と知らない女性がいます。夢なのに、妹の部屋の構造、置いてあるもの、散らかっているもの、そして窓から見える B が気持ち悪いくらいリアルだったのを覚えています。夢は毎日同じで、妹の部屋で知らない女性がうつむいて泣いている。それを私がただじっと見るだけ。この夢を繰り返し見続けました。続きです。そんな同じ夢を2週間近く見続けていたのですが、ある日の夢は少しだけ違いました。この日の女性は泣いておらず、うつむきながら立っていました。顔はよく見えませんでした。だけど、膝くらいまで伸びた黒髪が風もなくゆらゆら揺れていることに気づきました。その時私はなぜかこの女性に苛立ちを覚えて、ここは私の家だ。出て行け。と叫んでしまいました。しかし女性は無反応。髪が揺れている以外は一切動きません。私は呆れて背を向け、ドアノブに手をかけた時、女性が私のすぐ背後にぴったりと張り付きました。その瞬間、私は夢から覚めました。もしかして、中途半端に霊感があったせいでそこから3年ぐらい取りつかれるとか？だったら怖いな。いつも不気味でしたが、今回の夢は不吉な感じでした。寝汗もダラダラかいていました。あの夢は何なのか、考えているとあることに気づきます。体が動かない。目が覚める直前と同じように指一本動かせないのです。それなのに意識と聴覚だけは研ぎ澄まされたようにはっきりとしています。これが金縛りというものなのか、初めての経験で混乱して言うと。隣の部屋の扉が開く音がしました。この音を聞いた瞬間、壊れるくらいの心拍数でドキドキしました。なぜなら隣は妹の部屋。妹は普段使わないし、両親だって出入りすることはありません。私が知っている、妹の部屋に入り浸っているのは一人しか知りません。裸足でゆっくり廊下を歩いている音が聞こえます。足音は私の部屋の前で止まり。私の部屋の扉が開いたことが音で伝わりました。心拍数はどんどん上がっていきます。全身は動かない。だけど目は開きそうでした。ですが、直感的に目を開けると大変なことになると感じ、このまま何も起こらないことを目をつむりながら祈ることしかできませんでした。足音が私の方に確実に近づいていき、ついに耳元まで来てしまいました。続きです。目を開けていないけれど、嫌なくらい真横から伝わってくる気配。そして、いきなり首を絞められました。かすかにうなるのが精一杯なくらい力強く絞められ、息ができなくなっていきます。人ではありえないほど強く、国道で初めて息ができなくなった時よりも苦しかったです。目を開けて誰がやっているのか確認したい欲と目を開けてはいけないという直感が葛藤をし、さらに呼吸ができない苦しさでだんだん意識が遠のいていきます。気がつくと朝になっていました。呼吸ができる。体も動く。部屋の扉も開いていない。きっと気のせいだったんだ。私はそう思うことにしました。だって霊が首を絞めに来るなんて、恐怖でしかないからです。私はお手洗いに向かおうと自室を出て、ふと横を見ると全身鳥肌を立てて固まってしまいました。私の目に映ったのは、普段から閉まっている妹の部屋の扉が開いている光景でした。気のせいではなかった。あれは夢ではなかった。妹の部屋には女性の霊が住み着いてしまったことを理解してしまいました。その日から自宅が、正確には2階が怖くなってしまいました。霊感が中途半端にあるせいで、階段の近くを通るだけで霊の気配を感じ取ってしまい、階段を上っても妹の部屋の方向から気配を感じ続けてしまいます。さらに、首を絞めに来ることはないものの、女性が妹の部屋と自室前の扉を行き来するようになりました。こんなことが高校生の間ずっと続き、高3の頃からは下校中の端から真下の川を眺め、落ちたら楽になるのかな、と考えるようになりました。すると、川の中から誰かが呼んでいるような気がしてきました。この、んだら楽になるのかな、という考えが自分の本心なのか、誰かに誘導された考えなのか、今考えてもわかりません。こうして毎日のように一致は悪霊にうなされた。しかし、ここでこのような生活が大きく変化する転機が訪れる。いや、訪れるはずだったと言うべきだろうか。そんな危険な精神状況の中、無事志望大学の入学が決まりました。
大学は4年間寮生活ができ、私がなりたい職業の勉強ができる大学です。家族からは反対されたのですが、子供の頃からの夢を叶えたいことと、早くあの女のいる家から出たいこともあり、必死で勉強と話し合いをして許してもらえました。やっとあの女から解放される。私は2年間苦しめられた悪夢から逃げることができると安堵していました。だけど、あの女はそう簡単に手放してくれませんでした。面白くなってきた。私の大学は、1年と2年で寮が分けられており、進級と同時に引っ越しがあります。さらに、1年生の時は2人部屋で、数ヶ月に一度部屋替えが行われるシステムでした。1年の前半は、自宅での出来事を忘れられるくらい充実していました。新しい友達もでき、レポートに悲鳴を上げつつもなんだかんだで楽しんでいる自分がいました。ゴールデンウィークに一度帰省し、連休明けに部屋替えがありました。次同じ部屋になったのは、九州地方出身の人でした。その人、仮に Y さんは自称強力な霊感持ちで、地元での霊体験を武勇伝のように語っていました。ある日、バイトから帰ってくると Y さんが私に質問してきました。ずっと気になっていたんだけど、あんたとずっと一緒にいるその女は誰？え？その髪の長い女。こっちには害がないから何も言わないでいたけど、そろそろさすがに気持ち悪いかな。それに毎日うなされてるよ。いつ頃から女がいた？入学当時からいたけど？誰にも話したことないのに、長い髪の女と言い当てられたことにさーっと血の気が引いていくのがわかりました。うなされていると言われて、前の同室の友達に聞きに行きました。すると、うなされていたと言われました。なぜうなされていると私に言わなかったのか、隣でうなされてたらうるさくて文句を言いたくなかったのかと聞くと、言おうと思ったけど、苦しそうな顔をしているのと、あなたとは違う声で寝言を言っているから怖くて言えなかったそうです。私は逃げられたと思っていたのに、逃げられなかったどころかついてくることも判明してしまい恐怖のどん底に陥れられました。そして最悪なことに、Y の発言が引き金になったように、また私の悪夢は始まってしまいました。結局、女の悪霊からは逃れることができなかった。そう自覚した一致が見たのは、以前とはまた異なる新しい悪夢だった。次に私が見るようになった夢は常に砂嵐。TV のアナログチャンネルのよりやや弱い砂嵐が音もなく辺り一面に流れている光景でした。そこに私の意識が入り込む隙はなく、ただただ無となって砂嵐を眺めていることしかできませんでした。この夢は毎日見ることはありませんでした。ただ他の夢も見たかというとそうではなく、夢自体を見ないか砂嵐のどちらかになりました。今は砂嵐だけで済んでいるけど、また高校の時みたいに突然女が背後にやってきて、現実で首を絞められたらどうしよう。私は寝る前にこの考えが頭から離れず、寝ることに怯えてしまうようになりました。同じ夢を継続的に見ることが、この恐怖をより一層強めていきました。そして、恐れていたことが起きてしまいました。この日の砂嵐は普段よりも強く、めまいを起こしそうなほどでした。しかし少しずつ止んでいき、晴れていきました。そこにはどこかの屋上で立っている私がいます。遠くの方をぼんやり眺めています。その自分はどこか弱々しく、何かを待っているように見えました。すると、少しずつ砂嵐が吹き始めました。徐々に悪くなる視界の中、私は確かに見てしまいました。いつの間にか私の背後に立つ女性の姿を。そしてまたいつもの砂嵐になり、何も見えなくなってしまいました。はっと目が覚めました。多分夜だったと思います。どうして多分かというと、直感が目を開けてはいけないと強く訴えていて開けられなかったからです。さらに体も動きません。指に力を入れてもピクリともしません。すると私が寝ている部屋205号室の扉がキーッとゆっくり開く音が聞こえました。寝る前にびっくりするほどユートピアしよう。きっと解決するよ。Y も同じ空間で生活しているので、いきなりびっくりするほどユートピアしたらドン引きされると思います。でもそれで離れてくれるならやるのもありなのかな。続きです。裸足の音はゆっくりと確実に私の方に近づいてきます。そして足音は私の真横で止まり、汗が止まらないほどの気配が肌に刺さるように感じます。そして、首を絞められました。以前と同じ、いやそれ以上の力で絞めてきます。私がかすかな声を出すことすらできませんでした。首を絞められながら、見ろ。そう言われている気がしました。開ければ終わるのかな、もう苦しまなくていいのかな。そっちに行けば、
もう怖い思いをしなくて済むのかな。目を開けてもいい理由が脳内をよぎりました。そう考えている間にも信じられない力で締められ続けています。その時にふと思いました。この女は私の気持ちが弱り切った日にやってくる。もともと、この女に疲れたのだって私が、似たいと弱気になっている時だった。私は一か八か試すことにしました。頭の中で強く願いました。私は、ぬわけにはいかない。生きてやることがあるんだ。そこにお前はいらない。出て行け。次第に意識が遠のいていきました。気がつくと朝になっていました。いつもよりうなされてたよ。息苦しそうだったし大丈夫？うん、もう大丈夫。なぜかすっきりとした目覚めでした。こんな気持ちいいのは何年ぶりだろう。私は軽くなった体で支度を始めました。それから私はポジティブに物事を考えるように心がけました。わからない問題や友達と言い合いをしたこともあったけれど、決して逃げずに頑張りました。悪夢はもう見なくなり、私は2年生になり別の寮に引っ越しました。部屋に嫌な気配はありません。新1年生が寮に引っ越してきました。5月くらいに同級生と後輩と焼肉に行くことになりました。緊張している後輩が可愛くて、先輩風吹かせて談笑をしていました。そんな時、ある一人の後輩が私にこんなことを教えてくれました。ねえ先輩知っていますか？1年生寮の205号室前に長い髪の霊が出るんですって。1年生の間で何人も見たって話題なんですよ。もう怖かったグッジョブ。見て怨念強すぎて草。結局霊を滅することはできなかったということか。いずれにしろもう一致が怨念から解放されたようで何よりである。過去の話は以上になります。なぜ突然投稿しようかと思ったかというと、社会人になって一人暮らしをしているのですが、最近深夜に廊下や玄関を徘徊している気配がするからです。今のところ足音や夢からの干渉はされていません。霊感が中途半端な私には、これがあの女なのか、別の霊なのか判別がつきません。のんびりと投稿していたのに読んでくださった方ありがとうございました。拙い文だったと思うので、もし何か質問等ありましたら見バレしない範囲でお答えします。面白かったよ。ちなみに読みそびれてただけだったらごめんだけど、妹さんの部屋はなんで使われてないの？デリケートな内容やったら黙秘で大丈夫だけども。質問ありがとうございます。全然大した理由ではなく、妹が部屋を使わないのは、ただ単に妹がズボラだからです。リビングを散らかし、母に片付けなさいと言われると、面倒だから部屋に放り込んで放置、って感じです。なので足も踏み場もなく、生活のほぼ全てを一階で過ごしています。おつ、こわ面白かったです。強気でいれば生きてる人間の方が全然強いから、健康な生活を送って心を強く持ってね。心温まるお言葉ありがとうございます。人間挫折をしたりめげそうになったりすることもあるけれど、最後は前向きで生きていくことが大切なんだなと投稿しながら考えさせられました。本当にそうだと思う。挫折を味わった人は強いからね。応援してます。構造的に妹の部屋が自宅の中で一番 B 家に近く、蓋ついている窓両方から見られる、というのが夢が不気味と思った理由の一つでした。結局、犯人は誰だったの？結局のところ絶対にこいつってのはわからないです。B 家娘の事故現場が発端であったこと、挑発の女性であること、B 家に近い妹の部屋にいたこと、などを考えると B 家娘だと思っているのですが憶測の域を出ないです。なんで霊感が強い同室になった人についてる女について詳しく聞かなかったの？ Y は中二っぽく言うと探知系に特化しているタイプで、霊を見つける点に関してものすごくズバ抜けています。なので、はーて除霊できないどころか、どんな霊か、どう対処すべきか、危険度は分かってもどんな霊なのかはど素人レベルです。なので相談するだけ無駄だと思いしませんでした。なんで A がなくていきなり B なの？登場人物を A、B、C の順番で名前を振ると、私は分かっても皆さんが呼んでいる時に混乱するかなと思いました。なので、混合しないように B と I のようにバラバラにしてみました。違和感があったようなら失礼しました。じゃあ A はどこ行ったの？今回の話に A は登場していません。登場人物は、私、B 家娘、同室 Y です。ここに書くということはあなたの深層心理の中で不安に思ってるからでは？だとしたら、その不安な気持ちが呼び寄せてるのかもしれません。ついたら簡単に落ちない式の持ちようでどうとなるものでもありません。霊に人を取り、せる力はない。だからこそ、強い怨念を持った霊は、
心が人間の弱っているところを巧みに狙ってくる。どんな時にも明るく元気でいることは無理かもしれないが、二体などは間違っても思わないようにしよう。そうしなければ。最後までご視聴ありがとうございました。イッチが幽霊に取り憑かれた話はいかがでしたでしょうか？自分もこんな怖い体験をした聞いた等のご意見、感想などありましたら、ぜひコメントをいただけると嬉しいです。それとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。